ノーカットですか？ほぼノーカットかな。もうほぼテロップも入れずにあげるかな。もう明日明後日にあげるからさ。はい、ということで、何？いや、たまタイトルとサムネにもある通り、はい、あのね、プリクラの件についてはっきりしてくれってコメントが多数来るんで、生配信してももうプリクラしか来ないんで、なんかそのことについてちょっと話そうかなと。はい。あのまあことのいきさつを言うと、なんかプリクラの流出がしてると。はい。それしんちゃん、まあ、もうどうする、うちが話したの。しんちゃんの急遽撮ってるからこの動画。あ、そうだから結構そのみんなから本当のこと教えてくださいってめっちゃくるので、そう、ちょっと一回、あのまだとりあえずそのそういうプリクラに関しての動画を2人で撮っとった方がいいかなって思って今撮り出したんですけど、途中経過をね、正直うちの口から言うと、うん、あれしんちゃんのしんちゃんから言った方がいいんちゃう、そのあれは、はい、一回じゃあ俺もあんま言うことないから、うんうん、夏美の口から一回ちょっと言った方がいいかなと思って、もう あんまりそのうちも言葉をこう今、はい、急遽なんで選ばどの言葉を使って言っていいか分かんないんですけど、はい、しんちゃん間違えた間違えていろいろ乗っけちゃったのは事実ですか？まあそれは、うん、まあそれもまたおいおいちゃんと話そうかなと思ってるんです、うんうん、とりあえず一回まあ待ってほしいって考えが、俺の考えは、一旦ちょっと待ってほしいかなっていう、うん、ちょっとどうなってるのか。あ、そのことに。そう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 、で僕も一個言いたことあるんで言っていいですか、はい、ちょっと、はい、まあプリクラ事件流出してるじゃないですか。はい、その最近よく回ってくる切り抜きがですね。はい。まあガチやべえじゃんとかいいやん。あ、はい。なんかよくある切り抜きやんか。はい。その俺の笑い話で。こそこそ広まる噂話でプリクラがスライドされていくんですよ、はい、噂話ですけど確かに、はい、確かにね、そういじってるなってその切り抜けちょっと僕ちょっとんってない、結構あったんですよその切り抜け。あ、なるほどなるほど、はい、まあ、嬉しいですよ曲使っていただければ、うん、一つじゃあ本当のことを言うと、お、はい、いいですか、プリクラを、うん、そのいろいろ流出してるプリクラに関して、はい、文字いろいろ書いてたじゃないですか、いろいろ。ああ、はいはい、あります、うん、あれあの全部なっちゃんが書いたっていうのも結構ね、うんうんうん、噂流れてたんですけど、うん、その本当のことを言うと、うん、夏美が書いたのもあるし、しんちゃんがちゃんと書いたのもあります。そうですね、うん、夏美のが、まあ、あのプリクラだから僕らは認めます、僕らっていうのは認めます、認めます、はい、あのプリクラはうちらです、はい、なんか違う人ちゃうみたいな説もあったり、うん、なんかいろいろあったっすけど、うん、僕らです、あれは、はい、それはほんまね、ほんまです、こちらですね、はい、まあ、ぐらいかな。あとは何か言うことある？ある。何？なんかすごいそのプリクラ流出したやん、うん、やっぱ温かいコメントが、やっぱうちらも人間なんで、うん、TikTok とか見よるやん、はい、でやっぱいろんな意見があるかなとか、はいはい、いろいろコメント欄見てたらやっぱあったかいから、みんなが優しい、確かに、ね、どっち優しい、付き合ってても付き合ってなくてもどっちでも嬉しい、嬉しいってコメントありますもんね、めっちゃあったし、なんか動画であってもあんだけくっついてるのがすごいみたいな、そうすごいとか、だからちょっとまあまあ改めて言います、はい、11月中ちょっといろいろあるんですよね、僕の方でもちょっといろいろ忙しくて、僕の方ちょっと、うん、そうやね、はい、私今関西で撮ってるんやけどなかなか会う機会がなくて、はい、そうなんですよ、今公園でね、たまたま急遽撮ってるんですけど、うん、だから僕もあのほんまこの動画上げるつもりなかったんですよ、けどちょっとあまりにもコメントとか、そうそうそう、切り抜きとか DM とかいっぱい来るから、ちょっと急遽僕も急いでこう大阪来てて今、うん、もう夏美が東京来る時がなかったんで、そう、もう結構次行くの11月半ばとかなんで、そうそう、で結構怒られてたんでコメントで、だから1回それで急遽僕大阪まで来ました今日、ありがとう、大阪、あ、やめえ、あ、あかん、あ、すごい、言葉がふざけたあかん、あ、そう、ちょっと今急遽撮ってるんで、まあ、ほぼノーカットノー編集ぐらいで上がっちゃうんですけど、はい、まあ、ご了承くださいということで、はい、はい、まあまあそんな感じです、はい、これはうちどうしたらいいの、明るくおったらいい、それとも、だって別にあかんことじゃないやろ、あ、認めちゃう確かにね、やっぱ人間なんでどういう気持ちの変化もありますしね、ビニスパートナーじゃん、照りがこんなやねん、でもね、いつかね、そらね、気持ちが、そうっすよね、まあまあ、だから別に悪いことじゃないし、確かに、そう、怒られてるのも分からへんし、
怒られてね、どっちに転んでも別に怒られるのも分からないし、ね、そうまあとりあえず待ってください。あと2分何喋ろうな。確かにあの農家最新室やでこれ。じゃあしんちゃん正直、うん、じゃあ1個もう一つ、うん、いろいろ流出したやん、うんうん、そのことに関して焦りの方が大きかったのか、うわっなんていうやっちまったなのか、あもういつかはねあのバレるかなとか思ってたのか、どういう気持ちやったかっていうの聞きたい。いや俺は別にあのなんていうの特にその何も思わなかったっていうか、あ、まあ、別にうんな、な、な、まあ、いつかは通る道やしみたいな、む、む、む、うん、うん、いつかはさ、いや企画にしろ何にしろ通る道やったかもしらんやん。いやどうかな分からんけど、まあ、むかな、うん、けどなんかそのまあ、焦らないでほしいってのは言いたいかな。あ、それはそうです、ね、焦らないでほしい、確かに気になると思うみんな、うん、あの、なんか攻撃的な DM とかメッセージになってきてるけど、だんだんみんな、うん、嘘俺だけ、どんな来たの、うち一人だけ来た、唯一早く、はっきりしろみたいな、そんな来てない、うざいね早くしろみたいな、ほんまに来てない、え、俺だけ、あと俺だけ叩かれてる、それはないけどって言われてるから、まあまあ、はい、別にいいんですけど、はい、あんまりこうてかコメントで喧嘩してほしくないから。あ、そうやな、コメントで確かにな、うん、まあ、勝手になんかそう憶測立つ分にはいいねんけど、うん、そのコメントで喧嘩だけはやめてほしいですね、うん、確かに、うん、で、まあ今日大阪来てるんでこの後もね、この後か、え、あ、ゆったさん家族のみんなで、うちの、あ、あかん、今カットカットカット、すいません、まあそうですね、まあ、うちは正直、じゃあうちの気持ちも言っていい、はい、うん、嬉しかったです。で、それだけ言います。もうそれ以上言わないでください。どういうこと？やっぱもう表に出たりいろいろ分かりませんが、夏美だけの気持ちは嬉しかったです。 あとはなんで嬉しかったかとかは、まあ後日、まあ、ちゃんと動画が上がると思うので見ててください。そうですね、動画動画動画上がるんで見てください。あ、あの、ほんま動画上がります、ちゃんとちゃんとしてな、うん、うん、うちらしような、そう、まあ11月頭半ば、頭半ばぐらいちゃうかな、半ば前かな、頭ぐらいで、うん、いろいろね、お仕事の関係もあるんで、そうそう、ちょっとあのすぐ言えないこととかあったりするので、うん、やっぱちゃんと動画で伝えたいっていうのが僕らあるんで、そうそうそう、適当は嫌よね、そう、生配信とかでこうパッて言うだけじゃ伝わらん人もおるし、ちゃんと形残したいんで、そう、それだけ、はい、あの待ってください、はい、ちょっと申し訳ないですけど、すいません、はい、本当に大丈夫ですか、なんかあります最後、まあ一つ最後もう一つ言うと、うん、しんちゃんのやつ新夏、うん、のやっぱいろんな、うん、これから活動していく中でいろんなことを多分していくと思う、それを楽しんでほしい、ああ確かにね、どっちに転んだとしても、ね、確かに、うん、と思い、それは言いたい、確かに確かに、どっちに転んでも楽しんでくれたら、楽しみながら動画を見てほしい、そう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 、そう、あの俺らも楽しくやるっていうのをモットーにやってるんで、うん、楽しくね、自分らがしたいことをするっていうのがモットーなんで、そうそう、もうほんまそう、あのな、その合わせるとかじゃなくて、そうそう、たまにコメント欄とかでもさ、 DM とかで、うん、あのこうしてください、ああしてください、指示してくれよ、あるある、監督かって、そう、いやすいません、プロデューサーか、ほんま、あ、すいません、お前がそんな言うな、俺が言う、あ、ね、キャラ的に俺やろ、すいませんすいません、うちもね、いざとなったら言っちゃうんで、すいません、まあけどね、そうだから、うん、思いませんでもそうやって、いやほんま腹立つよな、え、いやでも言葉ちょっと閉め、あ、そう、いやだからなんかそれってな、うん、分からん、これもしまたいろんな賛否出てくるかもしれんけど、うん、俺らの活動の幅も狭まっていってねんな、そやねん、結局それって肩にな、あの、そう、どん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 こう、そうそう、こういうしてほしくなかった、あれしてほしくなかったってなると、まあ俺らそれでいい、なんていう、もしかしたらいいかもしれんけど、見てる方も、うん、その形が変わらん、変化しない、そう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 、僕の考えなんですけど、やっぱ現状維持は僕対価と一緒やと思うんですよ、現状維持っていうのは、なぜ思うよ、意味分かってる、現状維持対価、うん、分かった、現状維持、ずっと同じは思わない、そう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 、ずっと同じはあの対価下がっていってるのと一緒っていうのイメージだから、俺はやっぱいろんなことチャレンジしたいし、うん、いろいろ楽しみたいなっていうのがあるんで、うん、まあそんな感じの考えですね、うん、ちょっとそれたけど、うちもでもそう思う、ああ一緒、やっぱ今回プリクラ流出して、やっぱそのいろんな意見があるわけやん、うんうんうん、それはみんなの意見として全然受け止めるんやけど、ああこうしてああしてたまに来るやん、確かに、こうしてああしてその確かに取って、あれを取ってとか、あるあるある、くっつかないでとかさ、あるあるある、それはね、もしこれが企画やったとしてもさ、企画やったらほんま裏切ってますとかさ、うんうん、そんな、いや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 、知らんやんっていう、もう、もうすいません、なんかほんまここ関西なんで、もう、まあこれ今任すだけやでね、でもほんま楽しんでください、知らんやんって思いますよ、うん、それ嫌やろ、だって自分も勝手に恋愛付き合ってとか学校でさ、うん、こうやってよいしょよいしょってやったら嫌やろ、その時自分の意思通せよ、その時、あ、声出なくなってきた、それで自分の意思通せよ、うん、それが一番大事だぞ、うん、自分を持てよ、そう、自分を持てよ、お前も言うね、すいません、見てみろこの二人、好きに行きすぎやろ適当に
こんな YouTube 見たか、この間の組体操の YouTube も。オープニング8分ぐらい喋って、メイク道具持ってきたか、持ってく忘れた。何すんねん、この。なんで今言うねん。ど頭に言えや。そんな YouTube やってるんで、僕ら。あ、そういう、だからほんま、楽しく楽に適当に見てください。そうそうそう、見てください。じゃあ、ありがとうございました。はい。まあ、後日発表するので。じゃあ、はい、ちゃんとお礼、お礼っていうか、あれしてく。はい。じゃあ、はい、ぜひ楽しみしてください。はい。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。大好きだからね。誰に言ってんねん。バイバーイ。バイバーイ。いつか見せてやるぜ、打ち上げ花火。痛みなんて、もう後回し。苦し紛れの悪あ